はい、城です。今回のニュースはですね、ちょっといつもと違うニュースソース、産経ビズさんから取ってきてるんですけども、第一生命の本社電力再生エネに、水力発電所由来に切り替え、コスト増も企業価値向上に期待というニュースですね。これは、第一生命さんが、第、ま、一、あ、生命グループの日比谷本社ですね、の本社の電力を再生エネルギー由来のものに切り替えたということです。 これも水力発電所由来ということで、それに伴ってコスト増が見込まれるんですけれども、対外的にですね、本社ビルを CO2、二酸化炭素を排出しない水力発電の由来でに切り替えて、まあ、企業価値が上がりますよっていうところに期待して投資してきていますよというニュースですね。ちょっと本文読んでいきます。 第一生命グループが日比谷本社、東京都千代田区で使用するすべての電力、すべての電力というのはすごいですね。4月から二酸化炭素 CO2 を排出しない水力発電所由来の電力に切り替えたことが11日分かったと。本社の電力をすべて再生可能エネルギーで賄う取り組みは大手金融機関では初めて。確かにそうですね。あの他の銀行ですとか証券会社なんかもま,ずまだここまでやってないというところですよね。 環境配慮の姿勢を打ち出し、中長期的な企業価値向上につなげるというところですね。導入したのは、東京電力エナジーパートナーが提供する法人向け料金プラン、アクアプレミアムで、水力発電所で発電された電力のみが供給されると。これにより、電力消費による CO2 排出量の2%強に当たる年間3600トンを削減できるということですが、東京電力もですね、それなりにやっぱり水力発電所での 発電量というのがやっぱりあるということでしょうね。ただ2、2%強っていうところですから、まだまだね、やっぱりそんなに多くはないんですけど、それでも年間3600トンを削減できるということですよね。電力消費が相当あるということですよね、これね。水力への切り替えで、従来の1割程度に当たる年間2000万円のコスト増が見込まれるが、 環境などへ取り組みを企業価値の判断に反映させる機運の高まりを受け導入を決断と今後は全国の事業所に拡大することも検討するということですねで同社は2018年度から3か年の中期経営計画で環境問題への対応を強化領域と位置づけ基幹投資家の立場からも投資先企業に事業がもたらす気候変動への影響を開示するよう求めていく方針を示しているということで、はい いろんなところの会社に対してもですね、そういったところを見てきますよということですよね。生命保険会社っていうのは、ご存じの通り、あり、機関投資家でもありますので、投資先企業っていうのが非常に幅広くあるわけですよね。で、同時に株主であったりもするんですけども、まあ、そういったところにですねあの、気候変動とかですね、環境問題の対応をどうされてるんですかっていうところから、 投資先を判断するというところも今度を含めることなんですけども、まあ、そういうことをやる上でですね、自社もやっぱりこういった投資を行っていかないとやっぱり示しがつかないよねというところですよね。でそれを中期経営計画にも取り入れて環境問題の対応を強化していくということですけどもやっぱりその生命保険会社というところもあるのかもしれませんがこの法人向け料金プランを取り入れたというところが まあまあ、まあ、まままそれもね、ま、だこれ、CO2 の排出量2%強ですから、全然少ないですよね。これ、まあ、やってますよって言いますけれども、えー、まだまだ全然だよねっていうところがやっぱり、まあ、これからどんどんね増やしていくからいいんでしょうけれどもね、ただ、もう1つが、東京電力から示されている法人向けの料金プランでお茶を濁しているのかなというところもあります。で、 東京電力もですね、水力発電所で発電される量というのはそれほど多くはないと思うんですよ。で、これをね、東北の電力からこうやって送電線で持ってくることによって送電ロスも大きいですし、何よりですね、一番の問題、CO2 を減らすということもそうですけど、自社の,その電力をですね、再生可能エネルギーで賄えてるのかどうかっていうことなんですよね。ですから、一番手っ取り早いというか、あのー、誰の目にも見えてですね、やっぱり自社、 自家消費っていうふうに言えるのが、やっぱり本社ビルとかの上にですね、太陽光パネルをつけるということだったりとか、事業者なんかだったらもうちょっとやりやすいとは思うんですけど、ただ、事業所もですね、自社のビルじゃないとなかなかね、そこまでやるっていう意味はないのかなっていうところはありますし、もちろん地さいだったらね、そこまで、えー、自分たちでね、こうやるってことは難しいとは思うんですけども、 そういったところの方への投資っていうのがまだまだ弱いかなと思います。まあ確かにですね、その投資先企業、いわゆる、えーまあ、投資家としての立場と考えると、株式市場ですとかね、商品市場ですとか、そういったものに投資する方がリターンが大きいっていうのはね、よくわかりますし、まあ、徐々にこういったところの姿勢を見せるっていう意味では、東京電力の NG パートナーっていうところに、 ねあのー、お願いして、工事向けの料金プランでね、とりあえずやってますよ、アピールっていうのはできると思うんですけど、まだまだですね、やっぱり事業所なんかは、その自社で管理しているところ、自社の土地で持っているところであれば、まずそっちからやった方がいいんじゃないかなって、私なんかは思ったりもするんですよね。うん、確かに、ね、本社機能のすべてを切り替えるっていうことで、まあ、かなりね、電力量がこう削減、全電力のですね、 2%ですけども、CO2 が排出,でき排出量がです、ね、削減できるというところもあるんですけども、もっと分かりやすいのまが、あまあ、本社だからこうみんなが見るところでもあるし、あれなんですけども、そのあ電力プランを変えるだけだと、実際に目に見えないので、なかなか難しいかなというところなんですよね、理解してもらうのに。本当なのかなということもあるし、水力発電所というのは当然、 ね、この日比谷の本社から遠いところにありますから送電ロスっていうのも結構大きいですしねまあ東京電力がねこれあの水力発電所由来の電気ですよっていうふうに言って渡せばいいんですけど電気に色はないですからね分からないんですが、まあ、それよりもですね目に見えて分かりやすいコストのかけ方の方が私はいいんじゃないかなっていうふうな気がしますこれをやるんだったら事業所の1個か2個をまた横パネルをですね貼、えー、ってですね自社自家消費を のの比率をかかかななりり上げてていいいくってい方ががままだわかりやすすという気がしますただそっちの方がね投資対象としてはお金もかかるしあの投資の回収に時間もかかるっていうこともありますし、まあ、今後ですね事業所を運営していくっていうことがうまくいかなくなった時にじゃあこう撤退しましょうって時にですねまだ投資の部分を回収できなかった っていう足かせがねできるとなるとやりづらいのかなっていうふうないろんなこうね、えー、考えをこう持ってしまう素人に持ってしまうんですけどもまあでもですね金融機関がこういったところに少しでも投資を始めたっていうのが私はトピックとして大きいのかなと思いますまだまだねそういった視点で見るとちょっと甘いなというところがあるんですけどもそれはもう会社の事情ですし私につ,、ね、つべこべ言われることではないと思うんですけども、まあ、一般的な考えとしてですねそういったところを見られるっていうところも やっぱり、ねえー、しょううがなないいのかなというところだと思いますだっていくらでもそんなのはねごまかしできますからねあの水力発電でこう来てますよとか送電ロスもあるのにねそこっからやるのもどうなのかなとかいろいろありますコストはね2000万上がってるっていうところもありますけどもっとね分かりやすい例として出した方が私はねアピールとしてはすごく大きいんじゃないかなと思いますね。 はい。えーとですね、まあ余計なお世話のようなニュースになってしまいましたけれども、ただ、金融機関がですね、こういった再生可能エネルギー投資し始めたっていうのはですね、本格的にやっぱり今後もいろんな金融機関が投資を始めるんじゃないかっていうところの呼び水になったりもすると思うので、今回のね、ニュースは非常に大きな意義があるのかなっていうところも言えたりもします。ただね、みんなが再生可能エネルギー由来のこの法人プランなんかをどん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 ,どん買いましょうってなると、今後ですね、 これ困ったことが一つありまして原子力をこれに入れてるんですね再生可能エネルギー由来の電力としてだから再稼働を促しちゃうっていうところがこれもね一つあるんですよねもしこの本社向けのとかですね東京に向けてとかっていう部分の電力を再生可能エネルギー由来にしますっていうふうになってしまうと再生可能エネルギーとして原子力を、ね、入れてるっていうのが間違ってると思うんですがあの実際にはそういうような形で政府も 電力会社も、ね、認定してしててまってるんですよねだから金融機関ですとかね大きなこう大企業っていうのは電力量も相当なものだと思います本社だけで使ってるっていうだけでもねそういったものが相当あるとしするとじゃあ原子力再稼働しないと間に合わないんじゃないってなって、ね、再生可能エネルギーだけだと不安定じゃないっていうになって再稼働への機運がこう進みやすいんじゃないかなっていう余計な危惧を考えてしまったりもしますね。だから私は 再生可能エネルギーっていうのは原子力から切り離すべきだと思うんですけどそれをなぜか認定してしまっている国ですとか電力会社あったりするのでここはねあの意外と知られてない部分だと思いますのでちょっと余計なことかもしれませんけども最後にね付け加えておきたいなと思いますだこういったところをね細かく見ていくっていうことも私はすごく必要かなと思いますね、うん、再生可能エネルギーって太陽光風力、ね、っていうふうなものなんだと思うんですけど ななぜかか原子力を入れてるって意味がわらないんですけどね。そういった議論をもっとこういろんなところでやってほしいんですけどそれをやられると不都合なのかな電力会社もそうだし国にとっても、ね、経済産業省とかあるいはあのーね、最近経済、えー、どういう会かな、まあ、そういったところでこういろいろ主張してる人もいますよね、うん、だからそれが不都合なのかなというふうに感じたりもしますけども、まあ、ちょっと余計なお世話というか、ね、余計な心配で終わってしまう てくれればいいところなんですけど、そういうところもね、ちょっとちゃんと見ておきたいなと思います。はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。